少し背の高い。お前、僕のズボン、お前、リッチ。好きなカナエ。お前、やめとけ、やめとけ。家を出る前に抱きしめてなんて、そんなお願いも、ちっぽけな僕はそんな叶えてあげられないんだけど。何してんの？ん？何してんの？ツイッターのトピックで、ご神木が倒れて、蔵が倒壊したらしいんだけど、でも、蔵の中にあった剣が無傷でしたっていう。そういう、まあ、パワースポットみたいなさ、うん、やつ信じる？あるよ。まあ、信じてる、完全に信じてる。もうあるよって言ってたもん。ちょっと眠いんでしょ？常にね。風呂入ったら目覚めるよ。見通してたらよくお風呂中。うん、寝そうじゃん、これ。眠たいね。ね、寝る？眠たかったら無理しなくていいよ。寝てもいいよ。寝る？あ、どっちも寝る。眠たかったら無理し、寝る？寝たの？うん。寝る？一生聞くじゃん。寝ろかなって。兄さん、あ、ごめん。おい。ああ、ごめん。足のうなった。ごめん、ごめん。あ、ごめん。さあな。ごめん。さあな。さあな、高橋。キングダム、映画版おもろいらしいんだよな。明日見て帰る？いや、やってねえよな、多分。まだか。まだというか、終わったしょ。もう終わっちゃったんか。うん。ねえよ。電話来てるよ。うん。出てくるわ。今、大人とは会話しない。はい、武田信玄ですけど。はい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 。クズさん、寝たことになってるよ。そう、クズがいたの。どうしたの？死ぬのか？僕、作戦がある。うん、僕が、ちょっと、寝たふりするから、この寝たわって言って、途中で、リサにバレないように、そっと行ってくる。わかった。お金寝たわ。ごめん、リスナー。お金寝たわ。売ってるかな？いや、ほんとは。眠いじゃん。あなた眠いじゃない。どうする？酒混ぜて遊ぶ？いいよ。それか、もうマジで今から寝て朝起きて配信する。朝っぱらから。うん、どっちでもいいけど、もうどっちでもいいけど、一番可愛いって人も言ってるじゃん。チョキ。一旦終わってどうするか考える？そしたらお前シャワー入れるべ。いや、別にそんな過剰にシャワー浴びたいわけじゃないよ。だってよ、みんな。もう寝そうじゃん。笑うが安らず。寝るやつの言うことだよ、それ。過剰リーディング。うん。起きてる？うん。皆さん、今、見てますよ。皆さん、今、見てますよ、皆さんのこと。あのクズハが、皆さんのこと見てます。いや、ほぼイエーイ。あ、裏声出るようになってきたかも。あー、全く出なかった。なんか、じゃあ、ゆっくり上げたら知らず知らずの。あ、もともと俺出ねえのか。なんか俺勝手にもっと出ると思ってたけど、裏声もともと出ないとこ出そうとしてた今まで。あ、裏声あんま聞いたことないな。まさらに生まれ変わって人生一から始めようが、へばりついてられないのところ。君は誰かの知らず知らずのうちに包んで。あ、俺あれ歌えるよ。誰？井口
チのカブトムシ。あーこのやつね、うん、じゃあ僕本家やるからハモリやるね。はい、いいよ、いいよ、ハモリならいいよ。少し背の高い、あ、もう忘れたわ。あなたの耳に寄せた。あ、またまたまた。てて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 て、ん？本家。この歌僕あんま知らんから、僕が合ってるかも怪しい。いや、じゃあ少し背の高い。でしょ？そこ。こう合ってる？リスナーってる？そう、合って合って合って。あなたの耳に寄せたおでこを。あ、そこは違う。こが違う。そう違う。こ。耳に寄せたおでこ。あ、おでこ。おでこ、おで、あなたの耳に寄せたおでこ。あ、違うな、こが、こが多分下がるよね。もういい？今ので。まあ、まさか僕は一生懸命覚えたら眠くなってるんじゃないだろうね。おや、眠いのかな？おや、眠い。もう、窓越しでテレビ見てる。寝ようか。寝る。別に手はいい。いや、だって眠そうじゃん。僕は別に元気だけど。何もしてないだけ。じゃあ起きて。起きる。じゃあ寝よう。いいよ。寝ても。いいよ。どっちもいいよ。いや、もう、そんな、そうなんだから、もう、一回起きてじゃあ。起きる。うん。一回座って。知ってるぜ、俺。そうなったやつはもう起きることができないんだよ。座ってる。もうまあボロボロやってもうほらもう頭枕ベストポジションやん、一番気持ちいいとこやん。座ってる。ほらもうほっぺつぶれてる。また早口言葉言ってみよう。お前生麦飲まず飲まと思うほら右頬つぶれてるやつやん。言えてるのに右頬つぶれてちょっと引っかかってるやつ。もう帰ってみ。 あ寝ちゃった。じゃあまあ、お前がそこまで言うのは珍しいな。やめて。お前、僕のズボン、お前何もしてねえ。僕のズボン隠しやって。皆さん、見てますよ。どう、皆さん見てます。質問どうぞ。好きなイチゴの種類は？練乳がかかったやつ。パジャマ何色？パジャマ何色？僕はミュートしたやつだ。ミュートして、うん、こんにちは。キャプボの入手手段を確保できた。僕はちょっと席をお外しになります。質問どうぞ。好きな野菜は？ぽいやっぱん。夏好き？冬よりは夏の方がいい。好きな動物？うん。好きな匂い？好きなカナエ？いないっすね。降りるよ、そっから。おい、やめとけやめとけ好きなフレーバー？アイス。アイスいる？アイス買ってこようか、ついでに。大丈夫だよ。はい、いったらチョコアイスで。チョコアイスどこにあるの？ん？チョコアイス？え、カナエがね、買ってくる。何で大丈夫なんだよ。無人島に何持ってく？なんだろうな。無人島には行かない。ポテチで好きな味、九州醤油。新人のライバーさんは名前言える？くずちゃん。金魚坂。うん。麺ろ？違う、目、はてな、ろ。お前でもね、むずいよ。連想で出ないと思う。金魚坂、めめろ？俺の親が、うん、デメキンにメメちゃんってつけてさ。かわいいね。ね、この格好やばい？別にやばくないんじゃない？この格好で出て入っていいと思う？ああ、大丈夫だと思うよ。ズボンだけ変えとくか。リッチ。お前勝手に脱いだだけだろ。正直さ、うん。僕がいなくなって、寂しい。うん、むちゃくちゃ悪口言うわ。ごめんな。配信で。ごめん。もうむちゃくちゃに。お前のこと失礼してごめん。果てしない。果てしない。罵詈雑言を。
え、ぶっちゃけどんぐらい寂しいの？言ってねえだろ。え寂しゅうないて。それじゃまるで寂しくないみたい。なんで普段一人なのにここで取り残されたら寂しがるんだよ。でも家を出る前に抱きしめてなんてそんなお願いも家じゃねえよここ。そんなお願いも僕はちっぽけの僕は多分叶えてあげられないんだけど。配信あと15分で切れちゃう。そういうのあんの？あいつ旅立った？配信なんて旅立ってなかった。配信あと30分で切れるってやって。風呂入りたかったときってないけど、あ俺どっちもいい。朝入る派なんだよな。わかるわ。そんな感じでツタラツタラララララララツタラツタラタタラタタラ。じゃあみんなちょっと待っててね。